どうも、ブヒケンです。あー、ちくしょう、背中痛い。本日は土曜日、朝一の作業の再開です。ゴーサンシュビーちゃんのトランク内の化粧板、昨日マスキングはこっち側は終わったので、そうですね、模様を入れていきたいと思います。いや、ちょっとね、時間かかりますよ。模様を入れて、色を入れて、その上からぼかしを入れて、キャンディー入れて、でその途中途中で一回クリアで段差消すっていう感じでやっていくんで、地味な作業です。で立ち上がりの方ね、これ昨日剥がしちゃったんで、もう一回シルバーを入れたいと思います。先にこっちからやりましょう。今日はいい天気なんだね、すぐ乾くと思います。では、はい、シルバーとりあえず入れ終わりました。よし、いいですね。ちょっと置いて乾かしておきましょう。さてと、さてそれでは塗っていくんですが、まずここの、こことここは鱗で、ここがレースで、こっちがぼかしなので、ここを塗る準備をしていきましょう。ど真ん中から塗っていきます。真ん中はね、真ん中とこう枠でぼかしが入るんですよ。なんで、まあ屋根と同じ大きさのやつに合わせるとちっちゃい模様になっちゃうな。ちょ、変えるかな、これでかすぎるな。あ、これでシュビートラックちゃんはもう今すまきにしました。まあそんなにね、車全体に塗るわけじゃないんでね、ちょっとここ考えよう。あれじゃでかいわ、多分こういうラインに沿ってぼかしが入っちゃうんですよ。多分ね、実質この辺ぐらいしか見えなくなるんで、もうちょっと細かいやつの方がいいな。あ、違いますね、塗っちゃダメだ。まだ立ち上がりの部分が乾いたら、そうなんですよ、一緒にこう塗っていかないと二度手間になっちゃうんだな。あ、そうか、ということはあれが乾いたら、マスキングしてっていう感じなんだよな。そうかそうか、ちょっと待つしかないですね。今ちょうどね、お昼ぐらいなんです。12時半ぐらいかな。まあお昼を食べてる間に乾くかな。そうだな、よし、そうしよう。先にご飯だ。はい、ということでお昼休みも終わりまして、もうね、乾いてるので、ちょっと室内もついて、こいつも同じように、ちょっとあれですけどね、暑い、今締め切ってやってるんですよ。くさちいな。でちょっとムラとかありますけどね、これほとんど黒になっちゃうんで、別にシルバーになってればいいっていうだけなんで、全然構いません。さて、やってっかや。あちいな、まだあっちか、表出していたらすごい暑いんですわ。30度あるね、今日も。昨日もあったらしいです。やってこう、とにかく。いやいや、なかなか、神経使うから疲れるな。そうなんですよね、ちょっと床、あそこが床になって、こっちがこう立ち上がりになるので、ここ正面からこうペンって見えるところなんですね。まあこの辺はね、視界にはあんま入んないと思うんですよ、一番上の方なんで。この辺が見えちゃうと思うんで、なんとなく、そうなんだよな、こっからどうしてこうかなって今悩んでんですけどね。まあちょっとやって、まあそことここがつながるようにはしていないので、まあこっちとこっちで独立した感じで、なんとなくつながってるみたいに見えればいいかなと思って今やってますね。あれ、これもっとこっちだな。よし、いらっしゃい。はい、ちょっと待ってね。はい、今こんな感じまで、すでに気が狂いそうなところをファミリーが遊びに来てくれました。休憩しよう。